牢野慎吾は、兵庫県宝塚市出身の落語家。本名は、小井重一。吉本小族。師匠の五郎が吉本を抜けた後もしばらくは、吉本だったが、協定の仕事をメインにするためフリーになる。繁盛亭ができた頃から、再び落語を演じる機会が増え、多門の若手に稽古をつけたりもしていた。情報落語協会会員。 兵庫県立宝塚高等学校卒業で、桂ツは後輩にあたる。1967年3月、二代目桂ツ春団児に入門、桂ツ団平を名乗る。翌年、師匠が、ロノゴロを襲名したことにより、ロノ団、平と、改名、さらに、ロノ、新語となり1983年に、現在の芸名となる。ロノゴロ兵門文の2番弟子だが、 兄弟子が、立花屋千立花を名乗っており、ロロの野暮を持つし家としては最古山である。出林は、堀江の盆踊り。持ちネタは、商売ネモン、鳥や坊主、世帯念仏、チクトラデン、二番セン仙など、師匠譲りのものが多い。2018年2月21日、肺炎のため、大阪市内の病院で死去。69歳坊主。古くから、 墨野江協定をホームグラウンドとして協定中継のパーソナリティやレポーター、また協定上のイベントの司会として活躍している。かつて地上波放送で SG 競争準優勝戦、優勝戦の展望番組が放送されていた頃には出場する選手へのインタビュアーを務めていた。墨野江協定で放送されているミニ FM、FM 墨野江のパーソナリティ、 および優勝戦出場選手の公開インタビューの司会を行っていた。また、西日本を中心に各地の協定場で行われるイベントやトークショーの司会も行っていた。ありがとうございます。